味噌汁映え。今ね、なぜチキをね、こんなに取ってるかというと、後ほどこのチキをいっぱい取っている理由を発表しますので、ぜひぜひ最後まで見てください。待って、すごい角度じゃないこれ。見てください、バラの花束来ました。花めっちゃいいんだけど。次はね、チェキを取り終わったら、次はサインを書いていきます。ちょっと今ね、こっちが本番用なんだけど、今あれです、練習用です。一発本番ですからね。ちょっと緊張しちゃう。みんな気づいてる？ゆうぽん今ね、右手で書いてんだよ。そう、ツイッターでもね、前ね、サインは右手なんでやべえみたいな話したの。右で書いてる。ほんと左利きなんだけど。で、そしてね、なんと、ニューサインになりました。サインがね、新しくなったので、まあ、これはね、もうぜひゲットしていただきたいです。今までね、ひらがなのユーポンって感じだったんだけど、まあ、今回はね、ひらがなではなく、ちゃんとシャ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 って書くサインなので、皆さんもお楽しみにしててください。やばい、なんかどうしよう、書けねえ、どうしよう。これが本番だと思っていきますね。見て、いいよ、じゃあ本番行って。ってことで、じゃあ本番行きたいと思います。ちょっと待って、ほんとにね、たまげてんだわ今、緊張しすぎて。まあまあ、丸でかくなっちゃった。ちょっと失敗した。そうだね。やばい。慣れてきた。やばい、これうまい。
あぶねえ、顔面にかぶるとこだった。あぶねえ。オッケー、終わった。オッケー、終わったよ。ってことでサイン書き終わりましたと。さ、そしたらね、ちょっとスリーブに入れたいと思います。え、てか本番失敗せずに全部かけたんだけど、なんかね、前のサインよりも失敗せずにかける、やっぱこういう系だから。てか手が蒸れて仕方がないんだけど。夏は股間が痒くそういうことだよ多分。男の人って蒸れんだやっぱり。蒸れてもなって手が痒くはならないけど。ちょっとね、布手袋がないもので、あのビニール手袋です。いや、まあ、じゃあ買っとくべきだよ。うち欲しいんだよ。布手袋ってさ、何かと必要じゃない、ああいうのって。グッズ触るにも、こうやってね、視聴者さんにプレゼントするのにも。いやね、みんなね、明日の動画も必ず見てください。いやね、あのね、見て損はないと思う。いやね、もうぜひぜひ明日の動画ね、絶対に見てください、皆さん。まあ、このね、なんでチェキにサインを書いてるかっていう理由がわかります。明日の動画がね、明らかになりますので、もうぜひぜひ明日はもう通知登録をして、19時待っててください。もううちはね、手袋しないとすぐ指紋つく人なんで、もうやんないと。だってスマホ拭いて1分後にもベッドベッドだもん。一部見せたいと思います。こんな感じです。おっと、あんまりちょっと見せれないですね。あんまり見せれないんですけども、まあこんな感じです。いやね、本当に楽しみにしててください、明日の動画。もうなぜ私はこんなにサインを書いているのか、なぜチェキを取っているのか、その理由は明日の19時に動画がね、上がるので、ぜひぜひチェックしてください。はい、ということで今日はね、あのチェキを取ってサインを書いての作業動画でした。いやでもね、まあ、なんでこれを書いてるかっていうのは皆さん知らないと思うので、もうなんかもニュースが、明日の19時にね、 YouTube で動画が上がるので、ぜひぜひ楽しみに待っていてください。みんなね、これだけかと思ってると思うんですけども、まだまだサインはあるので、まあ、一応ね、あの例として本の一部だけ持ってます。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。メインチャンネルとサブチャンネル、ゆうぽんの遊び時間のチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。そしてインスタグラムとツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。ではおつぽん。